どうも、ワイキ工房ゆうたです。ヨウスケです。ところで、ホノルルのランドマークといえば、ダイヤモンドヘッドじゃない？それしかないよね。その通り。ということで、今日のビデオは、ハワイのダイヤモンドヘッドに行っていきたいと思います。ダイヤモンドヘッドに到着しました。エントランスフィーも実はかかるんだよね、ここね、ダイヤモンドヘッド。エントランスフィーは、そう、歩きだと1ドル、パーキングすると5ドルかな。じゃあ、行こうか。行きましょう。さあ、早い方がいい。何時くらいがいい？8時。8時か、早いな。ということで、中間地点かな、ここ。洞窟ね。洞窟。右はね。とりあえず右がえぐい。えぐいね。で、こっち楽なコースなんだけど。どっち行く？どっち行きますか。せっかくだから急の方行きますか。急の方行くのかよ。よし行こう。覚悟ないとね。ノンストップで行かないと止まると絶対きついと思う。要塞なんだよね。戦時中とか前でもこうやってダイヤモンドヘッドから見てたわけだ。外から何か来るか。軍の施設ってことでしょ。そう、そう、大砲とか置いてあったよ。うわ、もし僕たちの動画を気に入ってくれたらグッドボタンを、コメントもよろしくお願いします。そして最後にチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。Do!